本田健さんっすか。僕がね、お金の勉強を一番最初に本を買ったのはね、本田健さんのユダヤ人大富豪の教えなんですよ。なんで今回ユダヤ人でいきましょうか。ユダヤ人。<laughs> ユダヤ人の一つの名言をね、ちょっとピックアップしたんですけど、お金をなくしたとしても何も失うものはない。誇りをなくすとたくさん失う。勇気をなくすとすべて失うと。面白いですね。勇気を失うと、なくすとすべて失うと。久保さんもマージャン店でお金を失ってきました。赤字垂れ流し。ずっとお金を 入れても入れても赤字っていう。だけど、なぜ久保さんは人生を失わなかったのか。<laughs> なぜでしょうかね。ね。勇気はあったんでしょうね。やってみようっていうね。こいつらができんだっ俺もできんじゃねえかみたいなね。<laughs> 若い奴らができんだっ俺もできんじゃねえかみたいな。まあ、勇気、あのー、決済する勇気ですね。決済する勇気はあったんじゃないでしょうかね。<laughs> まあ,あの時もし久保さんに決済する勇気がなかったら今の人生はなかったかもしれないですね。でも多くの人は決済する勇気ないですからね。 まあ、例えばさっきのじさっきのあれで言うならば、今まで騙されてきたから今回も騙されるんじゃないかっていう、その勇気がないですよね。うん、これはね、非常に、まあ,あの久保さんにぴったしの名言なんじゃないかなと思いますね。じ実際の久保哲郎そのものと、あの時決済する勇気がなくなったら。あのー 多くの人はその決済する勇気ないですからなんであの久保さんのまあもちろんね決済したからといって、まあ、久保さんのようになれるかどうかはわからないけどそのきっかけを作ったのは間違いなくあの決済であったっていうことは一理言えると思いますであとねそうあのー、そうなんかアドーラーの心理学でもあの久保さんの話があるかななんかその赤面症のね赤面症の女性が なんかアドラーのもとになんかその相談に来て、でどうすればあの好きな人がいるんです、だけど赤面症でどうのこうのなんですっていう。でアドラーはその女性に対して、僕は赤面症を治しませんと。うん、で多分治したらまた赤面症に戻してくださいって多分言うと思うから、僕は別に赤面症を治さないと。ね、相談に来てる人に治さないみたいなね。<laughs> アドバイスしないみたいな。なもはや治さないというアドバイスですよね。 なぜならばあなたは赤面症があるから、うん、赤面症を理由にしてその男性に声をかけられないっていう赤面症があるからその今の,なんかそのポジショニングがあるとだからそれを外してしま,しまったら、あのー、なんか逆にダメだみたいですね、うん、なねだから要はまあ,あなんですかねうん赤面症赤面症があるから逆を言うと 声をかけたらこ、赤面症のおかげでその失敗のリスクを回避してるというかね。もし、例えば、あのーそのまあ、アドラーの,その深掘りの言葉で言うならば、赤面症じゃありませんでした。だ男性に声かけました。男性に声かけました。もう物のご見,見事に振られました。悲しいです。あアドラー先生。 私がもし赤面症だったら声をかけることもなく、えー、この失恋の悲しい思いをすることもなかった。だから赤面症にして人に声をかけられないようにしてください。みたいなね <laughs>。多くの人は、なんかその、なんかできない理由を何かのせいにしているっていうね、何かのせいにしてす,すがってるとかね。うんまあそういうのそう、面白かったなと思う。赤面症の話は非常に面白かったなと思うんですけど。あと、なんすかね、えー、っとね。 あそうユダヤ人大富豪の話ですね。まあ、話を戻すとユダヤ人大富豪の話で、僕はね、アニメ、その漫画本で、まあ、見たんですけども、なんかその、本田健さんが主人公なのかな、あれは。で、その、なんか金持ちの家に,に行くんですよ。で、金持ちのおじ,おじいちゃんに悟られるんですよ。金持ちと金持ちじゃない触ってなんだみたいな。で、金持ちっていうのは多くの人に価値を提供してると。だけど、えー、金持ちじゃない人っていうのは、何だあの、ひたすら、 その自分の仕事をしているとでも金持ってる人はあの、まあ、仕事してんだけどんだろうな多くの人に価値を提供してんだよとだから、まあ、イメージとしてはこの机に向かってねこの自分の仕事を終わらせるためにこう一生懸命やってるとだけど金持ちの人は多くの人に何かを伝えてる価値を提供してるとだそこで分かりやすくなんかアーティスト、まあ、歌歌ですよね 歌ってる人じゃ美空ひばりにしましょうか美空ひばりはなぜあの、まあ、お金は多分めっちゃ稼いだと思うんですけど美空ひばりさんはなんで多くのお金を手にしたのかっていうと多くの人に、えー歌,歌,をね、届けて歌を届けて価値を提供して感動させたりとかそういうのがあったから、まあ、CD が売れたりとかねあのなんかそ,れそうなって売り上げが上がったとでも稼げてない人はそのなんだ価値を提供してないと、ね、自分の仕事をこう終わらすことに精一杯とでブワーやってると みたいな話をしてましたね。で、それはね、今思うと、そうだなと。で、武井壮さんか。武井壮さんも、その数の問題だと。ね。その価値、価値の話だったかな。ただ武井壮さん、なんとかの授業があるんですけど、その数、数の問題なんだよと。だから、その、なんだっけな。その、まあ、僕は自主,自主競技をやっていたけど、自主競技って、まあ、もう、そもそも少ないと。 でここでやってても、ここでどれだけ有名になっても、そそも届けられる数がいないから限界があると。だからサッカーとか野球に勝てないと。だからここで金持ちになるっていうのは無理だと。数がいないからね。うん。ここの小さい枠でやってたら無理だと。だから大きくいくんだったら、そのパイがあるか、数があるところに行かないとそもそも無理だよね、みたいな。なんかそういう話をしてたりとかね。で、僕はね、まあその、なんだろうな。あの、数の話をするならば、確かにその数はあると。 だけどこれ一つ僕が編み出したのがありまして一人に対してまあ一般的には多くの数なんですよね大衆なんですよだけど僕が導き出した論理っていうのは一人に対して圧倒的な数なんですね一人に対して圧倒的な数を要は例えば吉谷拓郎にっていう価値をこの人 A さんは吉谷さんのリスペクトめっちゃすごいっていうこの 価値を増幅させててるって感じですね僕は大衆ではなく一人に対しての価値を増幅させてると。だから結局ビジネス的に言うとあの、まあ、吉自分でね吉谷信者ですって名乗るお客さんもいるんですけど <laughs> どうですか久氏信者ですっていう人もいるかもしれないですけど自分でねニックネーム吉谷信者ですみたいな。だからその価値を上がってるから結局このリスペクトしてる量が多いからここの量が多いんですよ僕の場合は。 だから結局僕は商品を売り続けてます。だから結局そこで転換していく。ライフタイムバリューがすごい僕は高いんですね。人は1人当たり、マックスの人5、600万払ってます。1人当たりのライフタイムバリュー、障害顧客価値ですね。それが僕の場合は5、600万の人がいます。じゃあ、このライフタイムバリュー、障害価値。 顧客が払ってくれる金の、金ですよね、ボリュームですよね。その LTV、ライフタイムバリューが500万ある,ああるとする。それ10年間で500万作れたとするじゃん、一1人当たり。じゃこれどうですかね ?20 人作ったらもうこれで1億ですよ。10年間でたった20人作れたらもうそれで1億なんですよ。10年で1億です。10年間ですよ。じゃ10年間でこのライフタイムバリューを1人当たり500万の、うん、なんだ どうしましょう60人作る方は3億ですか10年で10年で3億稼ぎます、えー、たった10年の間に60人なの作ればいいっていうだからそんなにその何万人何十万人何百万人いらないんですよ一人当たりの価値をめちゃめちゃ上げると数を増やすとその価値を数をっていう僕の究極系ですねこれは究極の奥義ですね多くくのの数じゃなくて一人当たりの 価値の数を増やすっていうねこれが僕が行き着いた僕のビジネス戦略ですね。いってらっしゃい。